スポーツクライミングの3種目リードってのはどんなもの？はい、私が教えてしんぜましょう。6分間でどこまで行けるか登った高さで競います。対する壁は最高難度、高さも角度も桁外れ。自らロープをかけながら上へ上へと高みを目指す。落ちたら終わりの一発勝負、この緊張感がたまらない。何？もっと教えてくれって？この話も落ちたら終わりでございます。スポーツクライミングの3種目ボルダリングって知ってるか？はい、私が教えてしんぜましょう。壁に並んだいくつもの課題、クリアの数で競います。制限時間は4分間、何回落ちても構いません。課題を見るのは試合の直前。手足を揃えてスタート位置に、コースの先を見抜く頭脳と華麗な登りでゴールを目指す。人は殿様こう呼ぶんだとか。体を使ったチェスだと。スポーツクライミングの3種目スピードって何ですかい？はい、私が教えてしんぜましょう。スピードっちゅう名前の通り、壁を登る速さで競います。恐るべきはこの巨大壁、高さはビル5階もあるそうな。頂部の形は1対1、同じコースを登ります。フライング厳禁の一発勝負、合図と同時にガーッとかける。どれだけ速いのかって。エレベーターも置き去りだそうな。